どうも、イーミンです。今日食べてみるアイスはじゃん、素直バニラソフト。これはね、グリコが出してる夜中でも食べれるアイスっていうね、糖質 50% オフで砂糖不使用、食物繊維たっぷり、もはや本当にアイスなのかってレベルなんですけど、分類がラクトアイスだからアイスクリームなんです。じゃあ早速開けていきたいと思うんですけど、これ1個80キロカロリー、素直のシリーズどれも1個80なんだよね。ね、低くって嬉しい。じゃあ早速開けていきたいと思います。開けるとソフトクリームだからこういう感じになってます。ちょっと小さめのコーンが可愛いですよね。で、結構バニラビーンズシード、バニラビーンズもいっぱい目に見えて入ってて、早速食べていきたいと思います。どんな感じなんだろう。いただきます。うん、あ、砂糖不使用なのに甘い、ちゃんと。で、なんかね、バニラビーンズが入ってるからか、バニラの香りがすごくふわっと、感じられて、普通にバニラアイスって感じですね。豆乳のまろやかさはあるかな、やっぱり。豆乳使用だから。で、これね、普通のアイスより、なんか溶けやすい気がする。なんでか知らないけど。で、あとね、やっぱり、口当たりは軽いです。だから、濃厚なアイスを求めてるときは、これ食べちゃいけない気がする。だけどね、夜の食後とかちょっと甘いもの食べたいなって時はおすすめ。80キロカロリーだから罪悪感もないしね。バニラビーンズのせいでバニラビーンズのおかげですごくバニラの香りが豊かで本当に美味しいです。これはね、素直の抹茶ソフト食べたことあるんだけど、素直の抹茶ソフトより私は素直のバニラの方が好きだな。うん、結構ハマりそうな味。さっぱりしたものがね、ちょっとだけ食べたいとき、カロリーが気になるときはすごくいいと思います。皆さんも食べてみてください。今日はグリコ素直のバニラソフト食べてみました。それではまたね、バイバーイ。